三、はい。ジェイコムから届け、札幌新図鑑。皆さん、こんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております、札幌人図鑑 .tv。私、案内人の福津京子です。そして今日のゲストは、01バンク代表の山内陽太さんです。はい、山内陽太です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。山内さんは01バンクというね、はい、これ屋号で活動されているということなんですけど、こちらはどういうことをされてるんですか？はい、基本的にIT のコンサルティングと、あとウェブマーケティング、こちらが中心となります。うんうん、はい、ウェブマーケティングね。01バンクってこれどういう思いでこういうお名前にされたんですか？はい、ですね、01バンクについてはですね、まあ、ミッションがあって、まあ、インターネットを通して、0から1を生み出しますよと。うんうん、で、お客様にとってこう、1からプラスをもたらすようなソリューションをお届けできればっていうところなんですが、まあ、名前としては、まあ、そこの0から1の01を取っているっていうのと、うん、あと、バンクに関しては、まあ、一般的にこう銀行みたいな意味合い。そうね、そうね。人材バンクみたいな。なんか、こういう人を探してって言って、山内さんに言えば誰か紹介してもらえるイメージがあるんですけど、はい、そういうことでもなくて。そうです。そうです。なんか比喩的な意味だと、こう、何かを集めて管理する機関みたいな意味合いがあるので、一応まあ、自分の事業に当てはめたときに、お客様のこうデータを扱ったりですとか、あとサービスを提供するっていう意味合いで、バンクという、うん、これらを合わせて、まあ、01バンクという屋号になってます。はい、じゃあちょっと詳しい内容も含めてですね、ちょっと面白い働き方をされていらっしゃいますので、はい、3つのキーワードで伺っていきたいと思います、はい、今日はこちらになります。じゃーん、じゃん。パラレルワークをしています。大人ぶるのが大変だった。今この年だからできることを、はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします、はい、お願いします。はい、じゃあ1つ目なんですけれども、まあこの01バンクもそうなんだけど、山内さんはどうもパラレルワークをしているらしいと。はい。パラレルワークって何というところから教えてもらっていいですか？はい。パラレルワークについては、まあ2つ以上のこう、お仕事を持つ人たちのことを、うんうん、まあ俗に言うっていう感じですね。うん。はい。メインのお仕事があって、その他にももう一つ仕事をしてるんだけど、うん、会社に隠れてこそこそやってるんじゃなくて、会社にちゃんと認めてもらって、はい、ね、で2つの柱で仕事をされているっていうことなんですけれどもね、あれじゃない、ね、大変じゃない、はい、ダブルでやって。そうですね、やっぱ土日とかは結構削られちゃうかなっていう、うん、それでもね、この働き方を選んだという山内さんなんですが、はい、本業はこんなこと、パラレルワークではこんなことっていうので教えてください。そうですね、本業に関しては札幌にある IT 企業のビットスターという、多分、はい、去年の今頃、はい、代表の前田が、そうそう、はい、札幌の人図鑑に出て、そう、もう飛ぶ鳥落とす勢いのビットスターの前田さんね、よく覚えてます よ、 そうですよ、ね、いいお話でした。本当にかっこいい。ありがとうございます。はい、はい、まあ、うん、そこの、IT 企業で、まあ、本業として働いている傍らで、うん、そこの、まあ、ビットスターの副業制度を使ってですね、うん、副業制度、副業制度っていうのがあるんですね、はい、そうなんです。ちゃんと会社の制度として、まあ、利益相反しないでねですとか、こういう決まりのもとであればやっていいよっていうのをちゃんとこう申請を上げてやっているんですけども、うん、まあ、そういったところで個人事業として今、うん、01バンクという屋号で、はい、仕事をしているというところです。なるほど。ビットスターでの何営業とか大変じゃないですか？まだだって年齢言ったっけ、山下さん21歳なんだよね。はい、そうです。2000年生まれの、2001月生まれなので、ね、この間21になりました。いや、まだなったばっかりみたいなね。そうです。山内さんですけれども、すごいね、会社のその、まあ、IT 企業の営業でられてるんですね。はい、そうですね。うん、昔だったら本当にこう、通って通って人間関係ができたところでね、またやっと営業を取っていくみたいな感じですけれども、IT 企業はどうなんだろうか。そうですね、今、ビットスターの方では、法人営業と、あと、新卒の採用担当という形で、うんうんうん、やっておりますというところですね。はい。はい、ビットスターでそういう、こう、お仕事をしながら、そして01バンクでは、さっきマーケティングって言いましたけど、もうちょっと詳しく教えてもらっていいですか？はい、そうですね、ウェブのマーケティングについては、主にこう、
SNS、まあ、例えばツイッターであったり、Facebook、LINE、Instagram っていうところ の、 あの運用を、代行させてもらったりですとか、はい、あと実際そこの SNS のマーケティングっていう形でこうたくさんのユーザーさんに見てもらうための、施策みたいなところをあのお手伝いさせてもらっています。はい、あれ大変便利なもんですけれども、なんていうか仕様もすぐ変わっちゃうし、はい、いろいろコツあるんですよね、うん、それぞれにね。そうですね、やっぱり、うん、はい。で、まあ、実際あのアパレルショップさんとかの、SNS の運用とマーケティングですね、させてもらっているんですけども、はい、やっぱあのアパレルショップさんでこう服を買ってもらわないことにはビジネスとして成立しないので、はい、あのやっぱその服を買っていただくための一つのツールとして SNS をこう活用されているお客さんなんですけども、うん、やっぱ実際そうですね、こう見てもらってなんぼっていうところでもあるので、はい、実際 SNS からあの服を売っているウェブサイトにアクセスしてもらったり、うんうん、実際購入してもらうっていう、アクションにつなげるための、うん、マーケティングとかをまあお手伝いしているようなところですね。あ、だけどそのアパレルショップ屋さんだって実店舗を持たないでそういうネットで売ってるって言ったら、はい、その延長線上でチュショップできそうな気するけど、そうでもないんですか、やっぱり分けた方がいいもん、いや、 やっぱそうですね、あのアパレルショップさんのこう服を売ったり、うん、実際こう、まあ、デザインもしたりとか、あ、デザインしたりね、そういうことを本来やるので、やっぱ極力そういう服の方にこう注力をしていただきたいなっていうところではありますので、はい、やっぱそこはあの外に出せるところは出していただいて、で本業に専念していただくっていう形の方が良いのかなというか、うん、はい、そんなところですね、うん、実際そういう SNS を外に出したことでできた時間であの本業に専念できたからっていうことですごく数字を伸ばしてるそうですね、はい、そうですね、はい、うん、まあ、実際そのアクセス数が増えたり、あの買ってもらう人が増えたりっていうところでは、うん、あのすごい喜んでいただいているというところです。うん、そうやって結果が出て本当にすごいなというふうに思います。ご自身がマーケティングをあのやりたいなと、仕事にしたいなと思われるきっかけもあったということで。はい、そうですね、これ高校がきっかけなんですけども、まあ、私が当時通ってた高校、石狩商用高校という高校、ちょっと変わってる授業の形がありまして、はい、あの1年生までは普通の高校と同じ授業をするんです。うんうん、2年生からこう自分で時間割を組み立てられるというような学校でして、うん、で私は当時、まあ、今もなんですけど数学がもうすごく苦手であの2年生になったらもう数学は一切取らずに、あの、まあ、この今のインターネットパソコン関係であったり、あと広告とかマーケティングの授業をたくさん取っていて、でやっぱ高校生でそんな授業あるんですね、広告とかマーケティングの授業もあって。そうですね、ほぼこう専門学校に近い内容でやっていたのがあります、はい、うん、マーケティングの授業で、うん、どこかのこう企業さんが来てもらってこう実際お話を聞く場面があったんですけど、うんうん、こうびっくりドンキーさんが、うん、あの来ていただいた時に、あのびっくりドンキーでこういうお米を使ってますとか、あのこういうブランディングでやってますとか、やっぱそういう話を聞いて、実際あのお客さんがどういう視点で見たりとか、うん、あのもうびっくりドンキーのイメージをどうやって形成してるのかっていうところをこう学んだりする中で、やっぱあーマーケティングってすごい楽しいなと思ってですね、うんうん、もうまさにこれが今あの自分のゼロイチバンクという個人事業につながっているっていうところです。うん、うん、実際の企業の方に現場のお話を聞くっていうのはイメージが膨らんで、またそういう経験を高校時代にできたってよかったですね。いや、今考えたら大きいですね、やっぱり。うん、はい、じゃあちょっと、21歳ですからね、なんといってもね、ちょっとこのあたり2つ目のキーワードで伺ってまいりましょう。はい、2つ目こちらになります。じゃーん、じゃーん、大人ぶるのが大変だった、はい、だから高卒ですぐ働いたっていうことは、はい、もう本当に19歳だね。そうですね、早生まれだから、早生まれなんで 18歳だ、はい、ね、すごいですね、はい、今振り返ってどうですか。高校からいきなりこう社会人にガンと変わりましたので、ステージが、うん、やっぱそこの差っていうのがこう大きいなと、もうとにかく思ってました。挨拶とか特にそうなんですけど、私は体育会系、うん、まあバスケ部ずっと中学からやってたんですけど、うん、やっぱこう体育会系の挨拶ってこう、うん、例えばおはようございます、うん、はっきりしなくて、ザッっていう感じで、最後の
そうだよね。省略されてるよ。そうそうそう。やっぱそういう、はい、そういうのも、まあ、当然ですけど、やっちゃいけないですし、やっぱ癖でこう、うん、出てしまうときもやっぱあるんですよね。うん、やっぱそういったところの、こう、はい、同士の方ですとか、お客さんに対する接し方とか立ち振る舞いっていうところについて結構苦戦した記憶がありますね。本当、はい、うん、そういうふうに言われてみたら、高校生からそういう社会人に急になるって言葉のギャップは大きいかもね。はい、いやそうですね、はい。急に社会人になったってことで、やっぱり失敗談もありますか？どうですか？これまでたくさんやってきまして、はい、特にあの1年目とかに関してはですね、はい、あの失敗例で言うと、A 社に送るはずの、うん、まあ、請求書が添付されたメールなんですけど、うんうん、それを A 社でなく B 社に送ってしまったと。請求書アドレス間違えた。もう完全にこう取引内容とかも書いてます、金額も。これが別の会社に行ってしまったと。しかも、ファイルに鍵とか今かける通知書があるんですけど、何もかけずに。これはまた怒られまして、東京まで上司、の方を連れて謝罪をしに行くと、いやいうのがありましたね、はい、なかなかの失敗談出てきましたね。いやなかなかです。しかもそれ入社して本当3ヶ月以内ぐらいの話だったんです。あ、そうです、もう先方も怒って、そうです、もう来いかいっていう感じになって、いやそうですか。でもいい上司ですね、一緒に謝りに行ってくれたんですね。本当に、まあ、はるばる東京、まあ、札幌が本社はビットスターなんで、うんうんうん、やっぱ東京は、はい、それだけのためにこう東京に行くっていう。はい、そのビットスターの方では、それこそ採用とかもされてるって言ったら、まあ、極端なこと言ったら、自分と同年代、はい、なんなら自分より年上の世代を、まあ、はい、面接するっていうことですよね。確かになんか大人ぶるの大変かもしれない。まあ、私のこう仕事をする上での裏目標みたいな設定になっていて、はい、今僕21歳なんですけど、うん、今の目標ってパッと見とか振る舞いを見ていただいて、うん、27歳に見られることが目標なんです、ね、なんで 27? 微妙な。でも自分の中で27。そうです、そのぐらいがいいなっていう、今この年でそのぐらい見られたらまあ十分かなっていう、だから自分の中のこうラインが世間体的に多分この人なら大人として仕事を任せていいなと思ってもらえる年齢が自分の考えるところによると27歳なんだ、はい、きっとそうです、そのぐらいのラインかなと思ってます。ああそうですか。やっぱり若く見られるってちょっとまあ平たく言えば足元見られるじゃないけど舐められるじゃないけど、ちょっとそういうような経験もあったのかな。実際お客さんとこう商談をしたりとかってこう何回かありましたけど、うんうん、その中でもやっぱりこうパッと見やっぱ若いなので、はい、若いけど大丈夫とか、あ、はいはい、できんのみたいな感じで結構よく言われましたので、やっぱそういうのがあんまりこう僕はなんだろうな、いい気はしなかったというか、うん、やっぱり、まあ、そうだよなって、若かったらそれは舐められるんだろうなっていうことであって、うん、やっぱそこからだったらこう振る舞いとか、うん、もっとこうできるとこを前面に出していこうということで、27歳という目標を、うんうん、設定しています。そのあたりがね、はい、なかなか大変だったんだよっておっしゃる、うん、そうですね、山内くん頑張ってまいりました。今21歳まだ若干ね。はい、ありがとうございます。はい、ということなんですけれども、じゃあ3つ目でこれからというところも伺ってまいります。3つ目こちらになります、はい、じゃあ今この年だからできること、はい、ということで、ちょっと私今まあ主にこう事業内容としてはウェブのマーケティングであったり IT のコンサルティングであったりを中心にやっているんですけども、はい、やっぱ特に今ちょっと先ほどあったこう若いがゆえに、うんうんうん、ちょっとこう足元見られちゃう、そこを踏まえてやっぱこう若い世代に対してこうもっと可能性みたいなところを感じてもらいたいなと、こう特に自分より年上の方々とか、はい、強く思ってまして、うんうんうん、まあ、特にそうですね、逆にこう可能性感じてもらうためには、うんうん、若い僕たちも感じてもらえるような動きを、うん、もっとアクションしていかないといけないんですけど、はいはい、やっぱそういったなんかこう一つきっかけ、若い人たちが動けるようなきっかけをこうどんどん作っていきたいなと思ってます、うん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 、そうね、山内さんはたまたまどんどん発言していくことを周りがすごく応援してくれたというか歓迎してくれた
けれども、はい、みんながそういう環境じゃないかもしれない。ただ、採用している山内さん的には、すごくこう、自分の自己主張をはっきりと情報発信していくタイプの子が、やっぱりこれから欲しいですか、業界的には。その辺を感じですか？そうですね。やっぱりそういう方が多ければ、良いのかなとも思いますね。はい、うんうんうん。会社の中で、そういう環境のない人が、なかなかそっちの握力を強くトレーニングしていくって難しいですもんね。そうですね、やっぱあの会社、まあ、組織によってはあの前のめりじゃない組織も多分中にはあると思ってて、逆にそういう中にあの前のめりな人が入ったときって、なんでこんな、うん、なんだろう、こうちょっと守りに入ってるんだろうって感じてる方も中にはいると思ってて、やっぱそういう方とかも、ああ自分みたいな人って周りにたくさんいるんだなとか、うん、なんかそういうこう、まあコミュニティではないんですけど、はい、あのまあ、仲間がいるんだよとか、でもっとこうそういう人を集めると、多分こう何かしら実際行動に起こせる場面が出てくると思ってますので、うんはい、やっぱそういう機会、情報交換の場とかがあの設けられるといいなと、うん、今ちょっとコロナのあれですけど、うんうん、そうですね、そういうこう共感してくれる仲間と出会えると、はい、自分に自信も持てるかもしれないし、そういう仲間と出会うためにもパラレルワークいいかもしれませんね。そうですね、やっぱパラレルワークってあのこう自分の経験値をこう、まあ、本業と今の自分の会社の方でこう単純に2倍でこう伸ばせるので、やっぱそういったところで言うと、やっぱ今後のこう自分っていうところに関しても、すごいやりがいのある働き方だなと思いますね、うん、収入面とかで言うとあの、まあ、やっぱ安定している、うんうんうん、勤めているので安定している一方で自分の事業と、はい、やっぱあの変にこうビビらずこの自分の方を、うん、あの進めていけるので、うん、やっぱそういったところもいいなと思いますし、やっぱ情報としても、うん、あのもちろんビットスターでやってることの情報も入ってきて、はい、自分でやってる方の情報も入ってくる、情報ももう倍で入ってくるんで、うん、やっぱそういったところですとか、あともう2つのあれですね、うん、あのいろんなお客さんとの出会いとか、あ今日のこの福地さんとの出会いもそうですけどやっぱそういうところにすごい魅力メリットっていうのを感じますね、はい、うん、忙しさもそうだけども、仕事を覚えることも情報も人脈もいろんなものがダブルダブルで入ってくるから、若いうちだったらいいかもね、頑張り聞いていやそうです、もうあの忙しい、僕はあんま忙しいの嫌いなタイプじゃなくてですね、もう逆に忙しくないと死んじゃいそうな感じになっちゃうんですよねなのでやっぱこう忙しくても自分の経験とかにこう何かつなげられるのであれば、はい、やっぱそっちをあの注力してやっていきたいなってすごく思います、うんうんうん、誤解を恐れず言えば、あの上手にワークライフバランスっていうのもそうなんだけれども、はい、ゴリゴリにやりたい人はゴリゴリにもう自由にやりたいだけできるフィールドをね用意するというところも、これからの経営者には求められるところかもしれませんね。そうですね、はい、うん、今日 あの放送を見てですね、会社の経営者さんが、あ、副業制度もちょっと考えてみようというところが出てきてくれるといいなと思いますし、実際ね、うん、あのそういう制度が できたからといってみんなが使ってるわけじゃないんですってね。そうです、あのビットスター内でもあんま使ってる人は本当に2割もいないぐらいだったはずですので、うんうん、やっぱまだ普及はあまりしていないと、うんうんうん、やっぱ結構あれですね、副業制度、まあ、当然あの自分のプライベートの時間を削るわけだ、ね、なので、うんうん、やっぱ踏ん張りが効かない方も多いのかなっていう気はしてますね、うんうん、でもそこからあのそこを踏み込んであの入っていった、風景、そこで見える風景を見た、例えば山内さんみたいな人 あの体験談をシェアしてですね、なんかそういうこう、マルチなあの自己主張のはっきりできる若い人たちがたくさん増えてくれるといいなというふうに思いました忙しいと思いますけれども、あの体に気をつけてお仕事頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日はパラレルワーカーをしている21歳がゲストでした。今日のゲストはゼロイチバンク代表の山内陽太さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。さよなら。さよなら。